虹花たちが作っていったんだよ。バンド続けてくならこんな理不尽たくさんあるんだから、どんな状況でも乗り越えられるようにならないと。え、お前ぼっちちゃん目当てできたの？私の大学の時の後輩。また一段と面倒くさいやつになったな。今日は私のおごりだから飲め。ま、続けてればどんどんファン増えてくよ。次のライブでも頑張れよ。ぼっちちゃんも今日はすごい頑張った。それってさ、何が楽しいの？そうそう、夢を叶えていくプロセスを楽しんでいくのが大事だからな。ちょっとぼっちちゃんにあれやめさせてくんない？お前らこの夏どこか遊び誘ってやったの？ぼっちちゃん、夏休みバイトない日何してんの？いいじゃん。お前らもうバンド名変えろよ。